この稲がどこから、えー、どこで生まれて広まっていったかということは様々な説がありますが、遺伝子の多様性から見て、東南アジアで生まれたものがインドや中国や日本に広まっていったと考える。説がまあ、従来は主流でありました。ただし、現在中国のヨスコの下流域で最古の栽培した稲の資料が発見されるようになり。 多説というものが有力になっておりますこの授業でも稲作につきましては東アジアの稲は楊輔港の下流域東南アジアの稲は東南アジアの山間地帯それからインドの稲はインドの西北部というふうな、まあ、そういうところで個別に生まれて栽培化されて広まっていったというこういうふうにこう稲の文化だけでもいくつもの地域に分けて理解しなくてはいけないというのが旧石器材と大きな違いであります。